担任の大城先生と内緒の結婚生活を始めてもうすぐ1年。自分なりにできる家事はやってるつもりだけど、どうしても料理だけはうまくならないのよね。まあ理由は分かってるんだけど。ふみなさん、どうしたんですか？怖い顔してブツブツと。先生、お帰りなさい。ただいま。今日は休日だけど、てっぺいくんはリュウと遊びに行っちゃったし、さっさと晩ご飯の支度を済ませて二人でイチャイチャしまし。違う！そうやって先生がちゃっちゃと家事こなしちゃうから、私がいつまで経っても料理うまくなんないんでしょうが。イチャイチャしてる暇があるなら私に料理の一つでも教えなさいよ。月刊なら付録ドラマ CD、 キスよりも早く、新婚夫婦愛のオムライスレシピ、少々辛め。チェ。返事は？はーい。よし。ちょっと待ってくださいよ。教えてほしいんだったら君が僕にお願いをしなくちゃいけないんじゃないんですか？ほら、文野さん、逃がさないよ。こっちを向いて。近い。ちょっと待って。待たない。さあ行って。旦那様、私に優しくお料理を手取り足取り教えてくださいって。何それ。ちゃんと僕を見ておねだりしてください。でないとお料理は教えてあげませんよ。ほら言いなさい、命令ですよ。でないとこうして。あの、お兄さん、あなたが僕を部屋に引っ張り込んだくせに僕の存在を忘れないでくださいよ。翔馬くん、どうしたの？あ、そうだ、アパートの前でうろうろしてたから連れてきたんだっけ。ごめんな翔馬。で、どうした？何か僕に用事？別にお兄さんに用事があったわけじゃないですよ。たまたまここを通りかかったから。ちょっとカジさん、何なんだよその目は。素直に会いたいから来たって言えばいいじゃん。違うって言ってるだろ。っていうかなんだよ、カジさんこそ当たり前みたいにここにいて。僕はまだ君をお兄さんの嫁として認めたわけじゃ。まあまあ、二人とも喧嘩はそのくらいにして。そうですね、今日の夕飯はてっぺいくんの好きなオムライスで、レシピも簡単だから、ふみのさんにも手伝ってもらおうかな。やった、手伝う。てっぺいにオムライス作ってあげられるようになりたいよ。しょうま、せっかくだからお前も手伝っていくか？え、僕がですか？なんで僕が料理なんて。じゃあ帰れば。どうせ料理なんてできないんでしょ。それは僕に対する挑戦状のつもりか？いいだろう、僕だってお兄さんの弟、売られた喧嘩は買ってやるよ。しょうま、僕はもう昔みたいに喧嘩ばっかしてる不良じゃないんだよ。まあいいや、それでは今からオムライスの作り方を教えちゃいます。お願いします、先生。もうなんでこんなことに。じゃあ帰る？帰らない。まずは下ごしらえから。玉ねぎとピーマンをみじん切りにします。ペペ君はピーマンが苦手だけど、細かく切ってオムライスの中に入れると食べてくれるから、なるべく小さく刻んでくださいね。はい、では行きます。せーの、ドゥルー。ガサすぎる。あ、なんですって。ふみのさん、そんなに強く叩きつけなくても包丁は切れるんですよ。ほら、僕が後ろから君の手を握って動かすから、よく見てて。え？そんなぴったりくっつかないでよ。後ろを見ないで、ちゃんと手元を見て集中して。集中なんてできないよ。耳元で先生のささやき声が。ほら、優しく切ってあげて。僕がいつも君に触れるとき、そうしているように、大切に。そう、上手だよ。や
お兄さん、包丁の手が止まってますが。おっといけない、生徒の手があまりに綺麗だったからつい夢中で触れてしまいました。な、何言ってんのバカ。もっと触ってほしい？いらない。またまた、ほらほら。な、こら、いい加減に。失礼、手が滑って玉ねぎが飛んでしまいました。さ、お兄さん、次は玉ねぎのみじん切りですよね。こら、しょうま、手癖が悪いぞ。どっちがですか。まあいいです。じゃあしょうま、玉ねぎ切ってみなよ。できるかい？あ、はい。確かテレビで見た感じだとこうやって。おお、うまいな、しょうま、やるじゃないか。悔しい。別に大したことじゃないですよ、こんなの。できない方がおかしいんじゃないですか。な、何よ、そんな言い方しなくて。なんで泣いて。おい、しょうま、何うちの奥さん泣かしてる。そんなつもりじゃ。あれ、なんで僕も涙が。ちょっと先生も何、弟泣かせて。そうか、二人とも玉ねぎが目に染みてるんですね。僕はメガネをかけてるからあまり影響がないみたいですね。それにしても改めて見ると泣いているふみのさんもまた可愛らしいですね。はあ、何言って。玉ねぎなんかじゃなくて僕に泣かされてほしいところですけどね。ほら、目を閉じて顔をこっちに向けて涙を拭いてあげるからね。あ、いいよ、自分で拭くから。あっと、ちょっと先生、なんで両手で顔固定してんの。それじゃ涙拭けないでしょ。もう涙で前が見えない。うん、君の泣き顔をもう少し堪能したくてね。ド S 教師、話して。話さない。こんな、おれ。私は真剣に料理を教わりたいのに、先生のアホ。今度ふざけたら。ふざけたら嫌いになる。笑うな、本当なんだからね。ちょっと顔洗ってくるから待ってて。ああ、かわいいな。お兄さん、ここのうちはいつもこんな感じなんですか。あ、しょうまいたの。涙大丈夫。いましたよ、涙も止まりました。ったく、おじろ家の威厳も型なしですね。僕は情けないですよ。そんなものは関係ないよ。誰かを大事に思ったり何かに夢中になった時は皆同じ。家の格や立場の上下を考えることがどんなにちっぽけなのか。僕は文乃さんに出会ってぶつかり合って、それを嫌というほど思い知らされた。しょうま、お前っていう弟とこうしてきちんと話せるようになったのも文乃さんがいてくれたからだと思ってる。すごく感謝してるんだ。お兄さん。なんてことを文乃さんに話すとものすごく可愛い顔で照れてくれるので、僕が直接本人に話すから、しょうまから文乃さんに話さないようにね。文乃さんの照れ顔は僕だけのものです。話しませんよ、バカバカしい。まったく、とんだ嫁バカですね。聞こえた、しょうまくん今嫁っつった。私のこと嫁って言った。言ってない、気のせいだ。嘘だ、絶対言った。うるさい、ほらさっさと次の工程に入れよ。早くしないと鉄平くんが帰ってくるんじゃないのか。おっと、そうですね、急がないと。野菜と同じようにハムも刻んでっと。あとは具材とご飯を炒めてケチャップで味付けすればライスは完成です。問題はライスを包むオムレツですよね。焦げないように、破れないように、手早く綺麗に焼き上げないと。ああ、できるかな。何事もチャレンジですよ、文乃さん。料理も勉強も反復して上達するものですからね。ちぇ、こういう時だけ先生ぶってさ。よーし、失敗覚悟だ。勝負、かぐってこいや、タマゴメ。何食材に喧嘩売ってるんだよ。
アホらしい。うるさい、私の気合の入れ方に文句つけないでよ。フライパンに油をひいて中火。文乃さん、そんなにガス台に顔を近づけてたら。せーの、喧嘩。文乃さん、バッカじゃないのか。水、水を。大丈夫大丈夫、ちょっとびっくりしただけだから。ほら、もう消えちゃったし。何言ってるんだ、おでこの手どけて見せなさい。本当に平気だから。バカ、こんな時に強がるな、こっちを向けて。ああ、ちょっとだけ前髪が焦げてる。おでこも少し赤いな。触ったら痛い？あ、ううん、全然大丈夫。ごめんね先生。どうして謝るの？だってなんか料理とか以前に私不注意すぎて、なんかすっごく情けない。なんでもっとスマートにできないんだろう。なんでもかんでもギャーギャー大騒ぎになっちゃって。文乃さん、あのね先生、その待っててくれる？私は私なりに頑張ってるつもりなんだ。他の人より不器用かもだし、進みは遅いかもしれないけど、料理も家事も諦めない。少しずつ上手くなっていくつもりだから。だから、うん、大丈夫。料理も家事も他の人と比べようがないよ。だって君だけが僕の奥さんなんだからね。何をするにも真剣で一生懸命なのもちゃんと分かってる。学校でも家でも君は 100% の力で頑張ってる。すごく立派だと思うよ。僕は君をとても誇りに思ってる。先生、ありがとう。おでこの火傷、早く治るようにおまじないをしようね。ありがとう。ほっぺたも赤くなってきた。ここもやけど？違う。文乃さん、なんか超いい雰囲気じゃない？なんだかこのまま、このまま。お二人ともこれで鎮火しましたか？たく、僕を忘れて盛り上がるんじゃないですよ。すみません。さあ、後半の過程はほとんど僕と翔馬が担当したけど、一応オムライス完成です。悔しい。いつか火を使って料理できるようになってやるんだから。今時小学生だってオムライスぐらい作れるのに。カジさんと来たら。ほっといてよ、私は私で頑張るの。まあまあ、とりあえず文乃さんも野菜は切ってくれたんだから、このオムライスは海野さんの作品と言ってもいいですよ。ほら、味見をしてみてください。あーんして。あ、ちょっと先生。あーん、あーん、おいしいです。かわいい。はぁ、あ、ん？しょうま、お前もあーんしてほしいのか。ほら、あーんしろ。はぁ、あ、何言って、ちょっとお兄さん。ほら、いらないのか。恥ずかしいまねはよしてくださいよ。いや、そのどうしてもって言うなら、その別に、あの、食べてもいいっていうか。何するんだよ。おいしい。ふふー、いつまでもグズグズしてるからもらっちゃってよ。っていうか、私より可愛く恥じらないでよ、このブラコン。ブラコンって言うな。オムライス返せよ、それは僕のだったのに。もう飲んじゃいました、残念でした。ムカつく。お前なんかさっさと兄のところから出ていけよ。兄に下品が映る。なんだどこの野郎。そっちこそ私以上に先生にすんでるしすぎなのよ。私のおかず奪わないでよ。だとこの、何すんのよ。ああ、なんです二人とも僕を差し置いて仲良く喧嘩しちゃって。てっぺくんが帰ってきちゃったかな。仕方ないな。このまま翔馬も一緒に晩ご飯にしようかな。腕によりをかけて愛情たっぷりのオムライスをみんなに作ってあげることにしましょう。おい二人とも、てっぺくんを玄関まで出迎えてあげてください。はい。
僕も。おかえりなさい。今日はオムライスだよ。ほとんど僕とお兄さんが作った。